こんにちは、プーこと愉快な仲間たちのパパです。今日はこれトイレの入り口のこの蛇腹のね扉なんですよ。で、入るときにこんな狭いんですよ。もうこんな狭い。もう肩とか当たる、まっすぐじゃ入れないでしょみたいになってるんですよ。あとここの風呂場ですね、風呂場の入り口のこの折れ戸、いやこれはまあいいとして、ただこの入ってきた時に、まあ、お風呂に入る時はここ閉めるから、まあ、邪魔になんないんですけどね。なんかこうやたらこうやっぱ これがここにあるっていうのはね、すごくなんかいろいろと、まあ、邪魔になったり、とにかく気になってこれを外してロールスクリーンをつけていきたいと思います。水槽の入り口、これはね枠の中にこれはつけるようにしてて、でトイレはこの正面につけるようにしてます。理由は高さと幅、比率がいろいろあるそうで、この幅の狭さとこの高さの比率が合わないんで作れないっていうことで、こういう正面付けだったら作れたり、もうこの寸法にしました。本当だったら中が良かったんですけど、はい、取り付けはですね上と下があるんで間違いないようにネジで2箇所取り付けて引っ掛ければもう完成っていうことになります。めちゃくちゃ簡単です。ただ寸法の取り方がちょっとあるんで、説明するんですけど、この正面につける場合はこの間口、開口の幅より長く作んなきゃいけないです。だからまあこの場合だったら、ね、2センチとか3センチ、こっちも2センチぐらいプラスすればいいってことで、高さもですね、高さの間口を測って、それよりちょっとプラスした寸法で作れば間違いないです。でこっちの脱衣所の場合は、ここにつけるんで、中につけるんで、ここの寸法、横の寸法を測って、それマイナス1センチ、高さもです、高さの、寸法をここからずっと測ってマイナス1センチすればここに取り付くロールカーテンの寸法が出ます。それだけ注意すれば、まあ、あとはすごく取り付けはすごく簡単なんで。じゃあちょっとここ取り付けます。
蓋を引っ掛けて押し込むような感じで取り付けます。蓋を引っ掛けといて、で上を押し込めばはまります。これで完成です。こんなビューン、紐だと下までいけないんで、標準仕様がこの紐で、これフルハンドルを取り付けます。フルハンドルもこんな簡単で、このねキャップを外せばいいみたいな感じですね。こういう空洞があるんで、ここに取り付ける感じですね。やることになると、この紐はスライド式で出てくるみたいですね。これもいらないから取ります。でこれがフルハンドルの取り付け部品なので、最初に付けとかなきゃいけないのかな。この状態で取る。付けといて、で差し込んでいく感じですね。でビスがついてるんで、いい場所で固定すればいいと思います。でキャップをはめると、で今度はこっちにつきます。今度この中につける感じですね。ここにこうやって取り付けで、シュ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 としていく方式になります。このロールカーテンは楽天市場で買いました。立川機構っていうメーカーになります。ロールカーテンの金額ですが、脱衣所の方が幅74センチ×の高さ
178cm で12,500円。トイレの方が幅62cm かけ高さ183cm で13,100円になりました。ということで、完成です。ありがとうございました。